結構大きいクラックです。施工ボードが割れてる、中で割れてます。建物が揺れが増えてるんで、耐震性能が低下してる可能性があるんですよね。割れてますね。築40年経ってますから、一応新耐震基準5なんですけど、40年経ってると割と劣化してる可能性もあるので、建物がよく揺れてるんですよ。地盤はね、実はあまり良くないんですよね。不動産投資を学ぶなら、楽町。ファーストロジック。多くの家屋が倒壊し、甚大な被害を及ぼした令和6年能登半島地震。そんな中で、大きな被害を受けなかった建物も数多く存在します。81世帯を運営し、石川県七尾市に3棟物件を保有する埼玉スワローズさん。能登半島地震による大きな被害はなかったものの、不安が残るのだと言います。基礎だったり外壁にひびが入ってたりとか、室内も壁紙が破れてたりとか、石膏ボードがちょっと押しつぶされてしまったりとか、そういった状況にはなっています。建物がどういう状態なのか、このまま普通に運営できるものなのかどうか、柱とか基礎とか、そういった主要構造部のところはすごく気になってます。地震の揺れは建物構造にどのような影響を及ぼすのでしょうか。構造王の異名を持つ佐藤実さんが埼玉スワローズさんの物件を現地調査。建物の状態や正しい修繕方法について解説していただきます。まずはこちらの物件から見ていきます。基礎のところですね、ひび割れしてしまっているところ、今回ですかね。今回ですね、はい。基礎の部分のモルタルにこういうひびとかが多数入ってまして、はい、40年ぐらいは経ってると思います。構造はですね、2階建て木造のおそらく在来工法だと思います、屋根は瓦屋根なので、ちょっと屋根が多分重たいのかなというところですね。割とアスファルトも少し入ってるので、全体的に多分地盤もだいぶ揺れてるんじゃないかと思うんですけどね、この辺はね。これがどのぐらい構造に影響してるかまだ全然わからないんですよね、ここだけだとね。これはね、このぐらいだともう結構大きいクラックですよ。これ犬走りですけどね、これもだからどこまで行ってるかがちょっとまだ割と表面の仕上げっぽいので、奥の基礎はそんな割れてないんですよね、見た感じね。構造にはあんまりまだ影響してる風には見えないですけどね。でこれは今回かな、この辺は違うと思うんですけど、この辺は今回かもしれないのかな。ああ、なんか今回っぽいですね、この辺もね、はい、まだ断面が新しいんですよね、はい、割れたところがね、はい、なんかでも建物が割と傷んでないですね。そうですね、これは割とまだマシな方ですね。もっとね、基礎が割れてたりするんですよね、表面だけじゃなくて、仕上げだけじゃなくて中の基礎自体が割れてたりとか、あと外壁割れたりすることが多いんですけど、あんまりそういう感じじゃないんですよね。割れてるのが基礎だと、さっきの表面の仕上げだったりとか、あの玄関の前にあるこの犬走りって言って基礎から分離したただのやっぱりコンクリートの板なんですよ。そこが割れてるだけで、建物本体がそんなに被害受けてる感じ見えないんですよね。ここなんですよ。ここが外れちゃってるんで、ここがもう外れてるんで、人が歩くとちょっと音が鳴るんで、これは鉄工所の方に来てもらって溶接するしかないかなって感じですね。今回の地震で取れてしまった。そうですね。階段とか鉄骨の部分っていうのは独立したように立ててるんですけど、建物にくっついてるんで、延直荷重は自分自身でも頑張って持ってるんですよ。だけど横揺れに対してはこの階段とあの廊下っていうのは横揺れに耐える構造には全くなってないじゃない。地震に対してはここでくっついてる、ここで木造部分に負担させてるんですよ。この建物だったら階段が一番揺れるんですよ。 でもこれね、こうバランス取って両方からの階段なのでだいぶいいんですよ。まあ大体普通片側だけなんで、そうするとね、揺れ方ってまた変わってきて、もっと揺れるかもしれないんですけど、両方からある分揺れに対しては割とバランスよく揺れるって感じなんですよ。揺れって、揺れるならバランスがいい方がいいんですか？どうせ揺れるなら。偏って揺れるとねじれたりするんですけど、あのバランスよく揺れると揺れるけど、その偏りがねじれがないかもしれない。
します。一応ここもね、調べてきたんですけど、情報を見ると割と、地震の影響を受けやすい場所か受けにくいかっていうのが分かるんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、あと液状化する場所、しやすい場所としにくい場所っていうのも分かるので、はい、あ、そうですか。よく例えるんですけど、あの羊羹とプリンを皿に乗せて揺らすとプリンがすごく揺れるんですよね。羊羹って硬いからあんまり揺れなくて、プリンってよく揺れるんですよ。あのように柔らかい地盤っていうのは地震の力、同じ揺れが来ても大きく揺らすんですよね、地盤をね。で、建物も揺れると。そういう地盤はできるだけ選ばない方がいいんですよね。とここはね、割とでも実は増幅率が高いところで、うん、2倍ぐらいあるので、割とプリンに近い地盤なんですけど、その割に被害が周りも少ないってことは、そもそもあんまり揺れてない可能性なんですよね、うん、プラスは割れてますね。ボードが少し割れてますね。あ、少し割れてますね。こういうクロスの剥がれみたいなのは地震の時はよく起こるもの。起きますよ、起きます、起きます。これですね。ああ、そうですね。施工ボードが割れてる、中で割れてます。中で割れ、押されて割れてる感じ、はい。多分揺れた時に施工ボードがギュッと押されて割れてこう盛り上がってる。ここがね。これがここに下地に貼ったらボードが押されて木にぶつかってここで割れてるんですよ。で盛り上がってる。1階の方が揺れますからね。揺れるっていうか、ね、変形するって感じ。1階がよく傾くんですよ、ね、で2階は傾かないんだけど横に大きく1階の影響で揺さぶられるんですよ、うん、だからあの割れは少ないんです。で1階の方が、傾くから割れやすい。揺れ幅で言った時に、例えば1階の天井と2階の天井面の元ある位置からのこの揺れる幅は2階の方が大きく横に揺さぶられるんですよ。だけど変形するのは1回。七尾市の震度6強という割には多分このエリアあまり揺れてないかもしれないですよ。で地盤は、ね、あまり良くないんです。もともとはあの氾濫平野って言って川の水が流れたりとか土砂が流れて出来上がった土地なんですよ。地震で揺れやすい場所なんですけど、その割には全然揺れてない感じ。このぐらいの被害だと多分基礎もそんなに壊れてないと思いますよ、表面的なもんで。うん、とりあえず応急措置やるんであれば、さっきのコンクリートね、クラック埋めるくらいですね。築40年経ってますから、一応新耐震基準5なんですけど、40年経ってると割と劣化してる可能性もあるので、2000年前だとちょっとまた古いんですよね、基準がね。もしやるんだったら、本当耐震補強しなきゃいけないですけど、結構お金かかるのでね。まあまあ、今のところは表面的なところを直すっていうので、一回。いいのかなと感じはしますけどね。本当は空いてるうちに微動探査とかで測ってみるのがいいんですよね。微動探査って機器があって、2階と、まあ、1階と屋外設置するんですけど、はい、そうすると耐震性能っていうのがおおよそ数値的に測れるのがあるんですよ。骨組みの見えないところまで本来剥がさないと見えないところが、はい、建物って常時わずかな揺れをしてるので、その揺れを測って、まあ、おおよその耐震性能が見えるものがあって、そういうので測ってみるのも一つありかなと思いますね。もっとひどいとどういう状態になっているんですか。はい、もっとね、もっとね、壁もひびが入ってたりとか、壁紙が割れたりとか、あとはさっきの石膏ボードがね、盛り上がったりしてますし、でもっと行くと、もう襖が開かないぐらい傾いてたりとか、障子の隙間とか、まあ、上と下で隙間違ったりするんですけど、これ全然ないんですよね。はい、建物傾いてないんですよね。ちょっと安心しました。収益物件数ナンバーワン、不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。この物件今ご覧いただきましたけど、はい、被害はどの程度でしょうか。まあ、被害レベルで言うとですね、まあ、3段階という一番低い感じですね。あの築年数の割に被害が非常に少なかったです。外観見てもそうですし、基礎見てもそうですし、壊れてるのはあの本当仕上げ部分がメイン、あのと構造の部分じゃないですね。で中を見たんですけど、中もクロスの割れは一部ありましたけど、大きな被害じゃないので、まあ、被害レベルはだいぶ低いと思います。まあ、自分なりにはね、まあ、大丈夫かなっていう気はしてたんですけど、あの建築士さんからお話聞いて少しちょっとほっとした感じがしてます。続いてやってきたのはこちらの物件。一応こちらが昭和59年築、40年ぐらいは経ってるアパートです。ここのアパートが一番被害が大きくて、はい、その外壁のひび割れが多数あります。屋根は被害はないんですけど、
内もおそらくあるんじゃないのかなっていうのは思われますね。はいはい、あそこ、あれがいつのかな。そうだね。あれはどうなんだろう。今回の地震なのかな。まあ、ここはひび割れが結構割と多く入ってる感じですね。あとこういうとこですね。サッシからのとこですね。はい。サッシの横のここの割れが割と多いんですよね。はい。これは今回かな、多分。あ、これそんな感じですね。はい。これも多分今回ですかね。ね、これはね、はい。多分ね、この開口部周りですよ。全部開口部周り、はい。窓の横にひびが多いですね。揺れてる時にねじれも入るので、まあ、その影響もあると思うんですよ。そうね、やっぱこれ大きい窓周りが、ここもね、結構、ここも結構幅が広いですし、ね、土地で言えば、さっきの場所よりはここはいい場所なんです。土地は揺れにくいんですよ。台地というか、割と硬い地盤でできてたんですよね、ここに、ね、調べると。だけど建物がよく揺れてるんです、うん、さっきみたいに下はあんまり割れてないんですよね、うん、で基礎も割れてないんですよね。だからあまり揺れてないんです、本当は。だけど上がよく揺れてるんですよ。でこう見ていただくと分かるんですけど、この長さの中で壁が一番左とここと一番端だけでずっと壁がないんですよね。そうするとこの横揺れに弱いんですよ、うん、でここずっと連続してますよね。ずっと連続して、地震はやっぱり筋交いなどが入った壁で耐えるので、その壁が少ないですよね、窓が多いってこと。もうちょっと本当は壁があると外壁の割れも少なかったかなって感じです。階段はね、これアルミの階段で割と軽かったからか、うん、あまりね影響を受けてないですよ、被害出てない。できるだけ早めに補修した方がいいんですけど、主には壁ですね、壁の割れかな。はい、埋めて塗装をもう一回するって感じです。防水の問題だけなんでね、うん、このアルミのここの下は屋根がかかってる状態なんで、そんなに影響を受けないんですけど、まあ、横の方は雨風が当たると水が入りやすいので、この下に多分下地はね防水はあると思うんですけど、一応早めに止めた方がいいかなって感じがしますね。水が建物に入ってしまわないように、まあちょっと早めにね、その修繕はやりたいかなっていうところは思ってたので、まあ、その辺お話聞けてよかったかなと思いましたね。ここはまあ3段階で言ったら真ん中ぐらい、まあ、外壁の割れなのでね、ちょっと防水に影響あるから早めに修繕した方がいいかなって感じ。水がどうしても入るので、雨漏りっていうよりも外壁が割れてる分そこから水が入りますから、基本的にその下には防水はあるんですよね、ね。でもその防水をずっと濡らし続けるっていうのは建物の劣化につながる可能性があるので、水の影響を受けて建物が悪くなる可能性があるって感じだから、早めに補修はした方がいいです。で骨組みの具合はね、何ともわからないんですけど、多分そんなに大きく、ね、問題はないと思うんですよね。ちょっと様子を見ていただきながら、頻度4クラス5クラスで来る可能性があるんですけど、その時に壁紙に、ね、ひびが入ったとかっていうことが以前より増えたなと思ったら、建物が揺れが増えてるんで、その時は耐震性能がちょっと低下してる可能性があるんですよね。でそういうのがなければ、今回の揺れで外壁にひびが入っただけで骨組みに大きな影響ない可能性があるので、ちょっとその辺は様子見という感じですね。はい、この建物が一番被害大きかったので、まあ、特に外壁のひびが一番多いので、さっきの建物に比べて被害レベルはちょっと上がってるなっていうのは想定してた感じですね。水がその建物に入らないような修繕を早めにしたいと思います。この物件の入居者さんともお話しされましたか、地震の後。あ、しました、はい。トイレのドアが閉まりづらくて、一回こう当てて押し込むような感じじゃないと閉まらないって言われたんで、それはサッシ屋さんを手配して対応しました。建具の歪みはね、やっぱり揺れた時にドア のヒンジのところ、帳板のところとかね、その辺が曲がってしまってる可能性もありますし、あとはドア枠の部分が少し曲がってるかもしれないしとか、まあ問題いろいろ考えられるんですけどね、何らかのやっぱり揺れの影響で出てると思います、そこはね。建物全体が傾いていたら他の戸とかドアもずれるんですよ、うん。でもそれがトイレだけであれば、多分そこの部分のみの影響かなって感じします、ね。窓を多くしたいみたいな場合って、はい、どうしたらいいんですか。窓を多くする場合はですね、壁が少なくなるので、少ない壁を一枚一枚を強くする。
あの筋交いであればそれをタスキダブルで入れて強くするとか、最近であれば免材っていうのを貼ってそれで強くするとかみたいに、そういう設計でバランスが取れてきます、うん、もし弱くなってる診断が降りた場合、はい、どういう修正ですか？そうしたらもうちょっとここから厄介です。建物の耐震補強をしなきゃダメなので、やっぱり壁、内壁か外壁かを剥がして筋交い入れたり免材を入れたりして、ちょっと壁を強めにしないとダメです、うんうん、そういう工事が出てきます。部分補強であればね、補修であれば数百万レベルでいきますし、全体やらなきゃってなると本当に入居者の方一回出ていただいて骨組みにしたりするってなると相当数千万レベルがかかるので。最後に訪れたのはこちらの物件。一応これがその七尾市内の3棟の中だと一番被害が少ないんじゃないかなとは思ってるんですけども、揺れてこういうコーキングのところがまあパラ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 、まあ、今は掃除してるんですけど、結構上からパラパラオレンジ色の塗膜があの落ちてた程度だったんで、まあ、この辺は、はい、いいんですけれども、地震当時はですね、給水管が破裂してこの辺りから隙間から水がこう滝のように流れてて、受水槽があるんですけど、そこの水がなくなるまではもうずっと流れっぱなしになってたらしいです。あとこっちかあっちのお部屋のどっちかも、はいはいはい、あの給水管が破裂したみたいです、ね、あそうなんですね、はい、不思議だな、はい、建物の被害があまり見えないのに給水だけ破断したっていうのは不思議だなと思って。サイリングが金属なんで亀裂とかは特に入ってないんですよね。あですよね、多分ねこういうのは強いんです、はい、揺れには強い。金属サイリングっていうのは、まあ、引っ掛けながらこう止めていくんですけど、揺れてもね金属同士がこう動きながら割と揺れに対しても強いんですね。そんなに壊れない。あとはちょっと細かいヘアクラックがあるかなっていうぐらいで、これはどうかな。ほとんど見られないです。見せてもらってもいいですか？入居者に室内の状況を見せていただきました。ああ割れてますね。あそれか。あそこね、他の部屋も合ってるのこれ。そうだろう。うん、なってる。長距離の運転手やから、うん、行って帰ってくる間に、うん、あのこの壁紙のあの粉、うんうん、粉降ってくるもんね、掃除するのやめて。あの余震みたいな。余震で。ああそう。ひびが入ってるところとかはもう全部じゃあ粉が落ちてくる感じ？これもそうやし、それもそうやし、うん、帰ってくるたびに粉が増えるから、うん、だからどこが亀裂入ってるようわからんね。うん。粉落ちるけど隙間は増えてないですか？広がってるとか。隙間は多分俺の目算で言うから増えてない。ここは石膏ボードもなんかやらないといけないかなって、まあその退去になっちゃったらね、もしね、うん、あ、え？俺追い出されるの？いやそんなことはないけどいや死ぬまで住んでてほしいんだけど。俺このまんまでもええよ、うんうん、でもねまたほら直してもまた余震でね、まあ、なっちゃうかもしれないから、うん、だからしばらくはねしょうがないかなとは思うんだけどね、うんうん、まさか自分が食らうと思わなかったしね。うん、大家さんすぐさま関東からバーって来たやろ。1月6日ね。びっくりした。ね、ありがとう。ええ。ありがとうございます。買い高が高い分ちょっと揺れやすいんですよ。ちょっと揺れやすい。その影響がやっぱり出て割れてるかなって感じはねしますね。建物の耐震性能はあったとしてもやっぱりちょっと背が高い分揺れは。あるかなって感じですね。被害状況はまあ3ランクで言ったら一番下ですね。被害少ないです。基礎とかあとは仕上げもクラック入ってなかったですね、ほとんどね。あと外壁もサイディングなんで割れもないし状況はいい感じでしたね、はい、地盤はね実はあまり良くないんですよね、うん、でも周り含めて揺れてる形跡があまりないので地盤悪か良くはないんですけど、あんまりそもそも揺れてない感じがします、うん。この水が噴き出してたっていうところなんですけど、はいはいはい、建物にどういうダメージが出てされますか？そうですね、まあ、断熱材が濡れたりとかね、木部が濡れたりする可能性があるので断熱材はね取り替えればいいですし、あと木部が濡れる具合がどのくらいかによっては乾燥させるなどした方が、まあ、その後の劣化の具合には影響出ないかなって感じがしますね、はい、給水管が破裂したところは多分切断して新たなものを入れてくれたんだと思いますけど、まあ、そこは信頼している設備屋さんがいつも対処してくれているので特に者は心配してないです。入居者さんが室内にいるので蛇口を開ければ水が通る状態だったので、そこのところに地震でそのダメージが加わってそこから水が噴き出したっていうことですね。もしかしたら給水管が劣化してたとか何か、ね、影響あったんじゃないかなと思いますけどね。
今日見た3つの中で順位つけるんですがどうなりますか。そうですね、一番初めとこの最後の物件は、まあ、割とどちらも被害が少ない感じがしますね、見た感じはね、まあ、若干この物件クロスの、ね、割れとかはあったとしても建物全体としてはそんなに大きく被害を受けてない感じはしました。地盤が良くないのに、はい、その揺れない、はい、建物自体が揺れないケースで、うんうん、考えられる理由っていうのはなんか何かあるんでしょうか。多分ね、地盤自体が揺れてないと思うんですよね、まあ、地震のそのエネルギーの影響だと思うんですけど、本来揺れやすい地盤だったんだけど、まあ、断層からの距離とかそもそもがこの場所が揺れてなかった可能性があると、それで被害が少なかったんだと思います。震源が違ったりしたら、うん、もっと揺れてる可能性が高いですよ、ここはね。自分の良し悪しとは別に、その揺れやすいか揺れにくいかを判断する方法っていうのは何かあるんですか。いろいろネットで今情報が出てるんですよね。例えば J シスマップっていうのがあって、それだと地震の揺れやすさなどがもう地図上に示されてるんですよ。住所入れるとその場所の揺れやすさが出たりとか、あとがですね、国土地理院が出してるんです、地理院地図ってあって、それを見ると今度この地形の成り立ちとかが分かって、ここはどういう地盤だっていうのとか分かると、そこからもの揺れやすさだったり地震の被害を想定できたり、あと液状化しやすいかしにくいかとかできるので、まあ、そういうのをね参考にされるといいかなと思います。今までご覧になったことありますか。ないです、ちょっと自分でも調べてみたいと思います。まあ、やっぱり専門家の、ね、建築士さんに見ていただいて、状況を把握できたんで、まあ、これからのリフォーム の計画にちょっと生かしていきたいなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。